昔、今の栃木県の小木須という山の中に、一人の木こりのおじいさんが赤という犬と、そりゃあ仲よう暮らしておったそうな。赤はおじいさんが山へ薪を取りに行くときも、それを町へ売りに行って食べ物を買うてくるときもいつも一緒じゃった。赤よ、今日も頼んだぞ。その日も赤とおじいさんはいつものように朝早うから山へ薪を取りに出かけた。赤よ、どうしたんじゃ。山の中ほどまで来たとき、赤が急に引いていた綱を振り切って駆け出した。赤、これ、またんか、赤。はあ。赤、に、逃げろ。勇敢な赤は油断なく熊に立ち向かっていった。ところが身構えて猛然と向かってくるはずの相手が一向に立ち上がろうとしない。赤は熊が強いのか弱いのか見当がつかず、ちょっと不安になったが、弱みを見せて飛びかかられたら負けじゃとまた攻撃し始めた。ひゃー、なななのあみだ、なのあみだ、つぶ。悲しそうな熊の様子によく見ると足に矢が刺さっておった。そうじゃったのか、かわいそうにの。おじいさんは今までの怖さを忘れて近づいていった。これじゃ動けんわい。よしよし、すぐに抜いてやるからな。むっけるけるって、くれさあ、これで楽になるじゃろう。あ、こりゃいかん。腐りかけていた傷口からあふれる血は地面まで染めるほどじゃった。おじいさんはどうしていいかわからなかったが、赤は血を止めようと一生懸命じゃった。そうじゃった、そうじゃそうじゃ。何しとるんね、じいさん。ああ、熊が藪の中で怪我しとるんでな、血止めのよもぎを取ってるんだ。ええー、ペオイの熊、そりゃどんなあだされるかわからんぞ。に逃げるが勝ちじゃ。けれど心の優しいおじいさんは弱りきっている熊を見殺しにはできなかった。よし、これで血は止まるじゃろ。だがまだ無理するんじゃねえぞ。じいさん無事じゃったか。おお、よかった。おとなしい熊じゃ、心配はねえだ。じゃが犬じゃ猫とは違うでな、近寄らん方がええぞ。ありがとうよ。だが次の日になるとおじいさんは傷ついた熊のことが気になってじっとしておれなかった。心細かったろ。よしよし、すぐに手当てをしてやるでな。どれ、包みを解いてやろうな。さあ、腹がついとるじゃろう。たんとお上がり。なるほど、喉が渇いとったんか。よう気がついたの、赤。えらいえらい。
おじいさんと赤が毎日毎日傷の手当てをし、食べ物を運んだおかげで、クマは日増しに元気になり、傷も治ってきた。やがてすっかり回復したクマは、仲良くなった赤と力を合わせて、おじいさんの手伝いをするようになった。おい、あんまり急ぐとは危ねえぞ。町では、クマの後押しが珍しいと大評判で、焚き木は飛ぶように売れた。人々は、クマがおじいさんと赤に助けられたと聞くと、大層感心して、2匹をとても可愛がってくれたそうな。こうしておじいさんと赤とクマの幸せな暮らしが続くようになった。何年かが過ぎた。おじいさんはめっきり年をとって寝込む日が多くなった。2匹は一生懸命世話をし看病した。ありがとうよ、世話をかけてすまんの。はようようなってまた町へ焚き木を売りに行こうな。ある日のこと、ひどく苦しむおじいさんを見かねた赤は家を飛び出した。ありゃ、木こりのじいさんとこの赤じゃねえか。よさ変じゃが何度あったのかもしれんぞ。赤は町のお医者様を引っ張って道を急いだ。ところがもう手遅れで、とうとうおじいさんは死んでしもうたのじゃった。哀れよの。村人たちは力を落とし、途方に暮れる2匹をかわいそうに思い、連れて行って面倒を見ることにした。いくら悲しんでもじいさんはもう帰ってこんのじゃ。さあ行こうな。これ行くぞ。何しとる。ところが2匹はどうしてもおじいさんのお墓のそばを離れようとはしなかった。心配しながら村の人たちは山を降りていった。近すぎたある夜のこと。クマじゃ。クマが鳴いとるぞ。悲しげなその声を聞いた村人たちはおじいさんの墓へと急いだ。餌も取らずに座り続けた赤はおじいさんの後を追うように息を引き取ってしもうておった。お、クマはどうしたんじゃい。村人たちに赤の死を知らせたクマはひっそりと木立の中に消えていった。その後、おじいさんの家に近い坂の登り口にクマの姿に似た大きな石が現れた。
その石は、かぐまのくまさん、この荷物の後押しをしておくれ。そう祈るとクマが後押ししてくれて楽に坂を登ることができると信じられておるそうな。村人はそのあたりを赤グマと呼び、いつしかカグマというようになった。カグマの力石と呼ばれるこの石は今もその坂の登り口にあるということじゃ。